リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー「少子が採点」略して「笑点」紹介したものには少子さんが5段階で採点します下から波1点梅2点竹3点松4点そして三階松は5点ですでは今日のお題です今年もあと1日を残すのみそこで今年やってしまった悪いことを懺悔してくださいまず誰かに「ごめんなさい」と言ってから水木さんの「 何をしたのに答えてくださいではご紹介していきますよ、はいえー、名古屋市の味噌ふたさんです部長ごめんなさい何をしたの毎朝出すコーヒーに雑巾の絞り汁入れたの僕ですやだ よくあの、うん、OL たちの給湯室いやいやあるあるだよね <laughs>、うん、あの昔橘円蔵師匠っていう人が、はい、前座の出すお茶を絶対飲まなかったのねそれなんでかっていうと <laughs>、えー、あの自分が前座の頃にお茶にふけとか入れてたんだって<や>だからだから自分もされてると思うから飲まなかったんだって <laughs>、うん 実際すごいねそ,そういう人、うん、というかこと多いんですかね <laughs> どうだろうねはいはい、はいえー、こちら浮世橋のパパのパパさんです女性の皆さんごめんなさい何をしたの腰をフリフリ親切に名前を書く楽しみ譲れません 子どもの頃やったよねあの雪が降るとあ<ー>あおしっこでね <laughs> 名前を書いたりするんですけど <laughs> ね男の子の特権というかなるほど竹差し上げます、はいえー、続きましてこちらはえー、っと粕町のマロングラッセさんですさ、えー、さんんごめんなさい何をしたの 先週の放送でで点数言っっっっっててなかったかかたたたらら思わずちちょっとちょとと気抜いあん入れましたえーね、本当 <laughs> 先週読んでいただいたのですが現在の点数の発表も作品の採点も言われず<ら>えせっかく放送してもらえたのにと思いました読んだだけとも言われなかったし武田伊アナウンサーも笑ってくれていたし竹もらえてますでしょうか現在何点か教えてください 調べました先週はね竹たんですってだからちゃんと竹がついてしかもこれで35点です現在はい採点されてますよねちゃんとねすいませんごめんなさい言わなかったとしたらお許しくださいはい時々ね言わない時があるんだよねんかね別なことしゃべっちゃうんだね続きまして「中間ののハコちゃんんんんさささです主人お母ごめない何をしたの?」 いつも優しい声でお母様と言ってますが心の中ではクソババーと思ってます <laughs> ごめんなさい <laughs> 嫁シューねーこれもあるあるかもしれませんねそうですね、はい、じゃこれもかけ差し上げます続いていきますよ、えー、熊本県はったりよしおさんですキーサイトリスナーの皆さんごめんなさい何をしたの年末のこのクソ忙しい時にこんなノ脳的な放送してます悪かったね <laughs> がっね、そくっそ忙しい時だからこそいいんだよこれほとんど中身のない感じが、ねえー、いいんじゃないでしょうか <laughs> もう一つありますよ「金、はい、スサイトのリスナーの皆さんにごめんなさい」「何をしたの朝っぱらから色気ありすぎ水木よーん」ってえ <laughs> <laughs> 言ってみて「水木よーん」って「水木よーん」 色っぽくなかった全然 <laughs> はいじゃあこれ竹井さ上げますもうちょっと色っぽく言ってほしかったねすみませんはでは「すみません」が色っぽかったね今ね、はい、やればできんじゃん <laughs>、はいえー、続きましてはカルボンパパさん中国の方です全国のゲインサイトリスナーの皆さんごめんなさい何をしたの でアーカイブにしちゃいましたいやいや別にやあの <laughs> きつくってじゃないけど総集編で1年を振り返ろうっていう元にやっただけであ、うんうん、まあ楽だったけどね <laughs> 本当にはいもう一つあります立川翔志ですマイナンバーカード反対派の皆さんごめんなさい何をしたの立博と松坂大輔の次の CM 出演のオファーが来たので受けちゃいました<ー> <laughs> 俺は受けるねこれだけ反対してるけどされはウるだろそれだけ露出してギャラもそこそこもらえると思うよそりゃそりゃ情報でも何でも売り飛ばせよ俺ははいこれねじゃあ武井さ上げます人の心を読んでるなこの人がで続きましてあ現在96点ですから新市場でもう一つ伊万里市のガラちゃんさんです 白雪姫ごめんなさい何をしたのにもしてないけど鏡が言うのよ私が一番だって <laughs> それは本当に美しいか鏡が嘘をついているかですよね,そうですね白雪姫より美しいっていのはどうでしょうあもう一つありますよ、はい、消失症ごめんなさい何をしたの家族の圧力に負けとうとうマイナンバーカード申し込みました <laughs> いや別に俺に謝ることはないですよ <laughs> 謝ることはないですけども家族の圧力がありましたかあそうですか。2万ポイントがあるうちに作りなさいよとうどうせ作るんだから二、まあ、万ポイントうん、えー、じゃあえー、っと竹差し上げますので、えー、99点また寸止めしちゃって。 えー、はい、えーはあ、じゃあ来年ぜひ集中を頑張ってくださいね,ね、うん、はい続いていきましょう日光でみっこうさんは千葉県の方です大阪のおばさま方ごめんなさい何をしたの言葉の使い方はよく知らないまま流行らせてしまいました知らんけどあー、はあ、知らんけど必ず知らんけどってね大阪の人が言うもう一つ子供たちごめんなさい何をしたの お菓子の値段もパッケージの大きさもそのままだけど中身を減らしちゃいました<ー>これね値上げできない分ねコストを下げるために量を減らすっていうのはもうこれ生かし方のないことでねまあ子供は気がつかねえからいいでしょう,う気がついてるかも <laughs> 気が付いてるか何か減ったよねって言ってるか <laughs> はいこちらは、えー、おかがき町の上太郎さんでーすアメリカのメジャーのファンの皆さんごめんなさい何をしたの 今年も投打の二刀流で大活躍してしまいアメリカのベースボールの神様といえるベーブ・ルースを簡単に超えちゃってごめんなさい <laughs> 大谷翔平君ね、うんうん、まあまあこれはでもごめんなさいじゃないんじゃないですかいい、うん、はいじゃあこれも卓球さしあげてましょう、えー、続きましてははい、えー、こちらはエロゴルファー猿さんは愛知県の方です年賀状にごめんなさい何をしたの 友達の炙り出し年賀状全然炙り出しじゃなくて燃えちゃいました<ら> <laughs> なんて会社てあったんだろう <laughs> ライトをつけたら燃えちゃったんだかわいそうにねまだあるかなこの人は。はい。一発屋芸人の後輩ごめんなさい何をしたの 番組で最高月収答えさせてわざとらしく驚いたけれど MC の僕は君の10倍稼いでますその稼ぎ20年続けてますありありだこれもね、うん、そうなんだよねあれだよ本当にねあの芸人の人とかさ、はい、あのあれよ あの司会のねあのフリーになった人とかさ、うん、庶民の味方みたいな顔してっけど、うん、庶民じゃねえからねあの人たちがもらってるお金むしろフリーの方がいやめちゃくちゃもらってるからね <laughs> みんな騙されちゃダメよ <laughs> です、ね、<laughs> 庶民じゃないからね <laughs> はいということでこれも竹差し上げます、はい、続きまして、えー、こちらはあ愛知県のハローさんです「催眠術ショー」で舞台に上がってもらった人ごめんなさい何をしたの 催眠塾の術を解くのを忘れたから、ずっと赤ちゃん言葉になってます。<laughs> 解いてあげて。そうですね。解いてあげてくんないこれ。ねえ。なんでちこなんでちゅ本人は気づいてないかもしれませんけどね。<laughs> そうでちゅん <laughs> かわいいな。可愛い,いね。はい。じゃあこれもだけ差し上げます。続きまして、こちらは、下関市の黒井のやたっちさんです。 百貨店にごめんなさい何をしたの百均が魅力的で十分なので行かなくなりました<ー>そうねやっぱ百貨店はねお高いですからそうですね百均もね充実してますからねうん、うん、はい、えー、もう一つね「国民にごめんなさい」「何をしたの国民のために」の志よりやっぱりおうち自分家が一番大事だなと思ったんで世襲を選びました。 <laughs> あの方ですかあ,んあみんなすまあ、政治家結構接種が多いですからねはいこれも何とかしてもらいたいなと思いますけども、うん、これも竹井差し上げます、えー、こちらは伊沢、えー、さんはやめしの方です、はい、二つ目新う昇進目前の投稿者様ごめんなさい何をしたの寸止めの消費とか言われてますが厳密に採点しているんです <laughs> うん、そうね厳密に何点で1点あそうそっちを厳密にな <laughs> 厳密に計算してます <laughs> はい計算し上げます <laughs> えー、こちらははいえー、っと「横川水さんです神様許してくださいごめんなさい」「何をしたの増税を勝手に決めるそんな政権に一票投じてしまい 全日本国民に迷惑をかけてしまってごめんなさい、うん、そうね投票したのは国民ですからねこれちゃんとね、うんうん、国民の意見を聞くと言いながら聞かないっていうことが分かっちゃったからねそうですね、はい、次の選挙どうなるか、うん、竹差し上げますね <laughs> はい、はい、えー、こちらはえー、っとおブラックザカ48さんです少子一生ごめんなさい何をしたの 今年悪ふざけでご迷惑をおかけしました来年はさらに輪をかけて悪ふざけに精進いたします <laughs> いいんですよ悪ふざけでもうねふざけた方が面白いですからね楽しみましょう <laughs> はい頑張ってください波差し上げますさあえー、っとあとははいこちらはですね、はい、出がらし紋次郎さんです 先日うちの美容室に来られたお客様に「懺悔しますごめんなさい」何をしたの?「七尾みたいにして」と言われたのに妖怪人間ベラみたいにしてしまいました <laughs> それはあれとなんとなく似てるよね様子がね確かにね、はい、髪型がね、うんうん、もう一つね「<laughs> 宅配先のお客様ごめんなさい」何をしたの 宅配のおせちをあちこちから少しずついただいたので新年は豪華なおせちになりました <laughs> 抜いてんな抜いてんな,なんかここにはちょっとスペース空いてねみたいな <laughs> はい、これもねダメですよ竹差し上げますさて、えー、続きましてはうんと結構政治ネタが多いんですよねーはい、えー、こちらです広島とラッキーさん 岩手宮城福島の皆さんごめんなさい。何をしたの？復興税を防衛費の増額の一部に回そうと考えているのです。ねこ,これもどうなんだろうね。そうですね。はい、これも、ね。お仕上げます。もう一つ、はい、京都市鶴見さん。岸田総理大臣です。四人も大臣改定すいませんでした。何をしたの？こうなったら新記録を目指します。 次は誰にしよっかな誰にしよっかなって。もう全然懲りてないね。ねぇ<え>、ほんと、任命責任もありますよ。はい、任命責任だけ差し上げます。<laughs> えー、こちらは何気び太郎さんです。岸田総理から国民へごめんなさい、したったらずでした。 何をしたの私の特技は人の話をよく聞くことと自慢しましたが少ししたったらずでただし野党と国民の声はのぞくというのが抜けていました誰の声を聞いてるんだというねう不思議はありますこれも竹差し上げます菅義忠前総理ごめんなさい何をしたの さんざ悪口言ったけど今の総理より全然人,面が人間味がありました<ー>、ね、なんかその菅義偉さん、うんはなんかその最後のね、うん、安倍さんのあの、うん、葬儀の時のあスピーチがねが、うん、あれがすごくなんか人間味は感じましたねんだろうねだか,らだから今の総理以外で総理になってほしいとなんかネットの記事に出てたんだけど3位が「 菅さんにが安倍さん 抑えて第一になったのはと思ってまさかと思ったけど「はい、小泉純一ええ!」って思ったよね。一番日本をダメにしたののはあの人ですよ <laughs> 規制改革とか言って竹中平蔵と小泉が今の日本のガタガタを作ってしまったということ<ー>そういう意味でネットのそういうの投票する人ってさ、うん、ちゃんと調べてないのかね、うん、なんかイメージだけなんだろうねその「優勢改革」っていうその断行力が素晴らしかったって書いてあった。 だけど本当不思議だなと思います竹差し上げますねはいえー、とうーんあともうちょっとねそろそろ時間だなじゃあここまでかなはいじゃあここまでということでえここで、えー、来週のお題をご紹介いたしましょう来週のお題「新年早々にいいことがあるといいですよね」そこでまず わーい,わーいと喜んでください水木さんが何かいいことあったのと聞くので新年早々のいいことを教えてください例えばこんな感じで考えてみてくださいねわーい,わーい何かいいことあったのなんと年末ジャンボ宝くじ一枚拾ったの当たったのじゃない <laughs> 当たるといいね <laughs> そうですね当たるか <laughs> もしれないもう一つね わーいわーい何かいいことあったの初詣にパーカー着ていったらフードにお賽銭いっぱい入ってた <laughs> <laughs> お札が入るといいねそっかフード大きめの大きめのやつでねいただきたいと思います <laughs> まこんな感じで考えてみてください、はいえー、いくつでも送っていただきますメール、ファックス、金サイトのツイッターインスタグラムでお待ちしています メールは金アットマーク r k b r j p ックスは092-844-8844です。SNS の場合は漢字で金カタカナでサイトと検索してくださいね。たくさんのご応募お待ちしています。リンクのカ月ラナと大空リコです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックを、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどで、今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストも、リンクリック